住田生に5月26日から2017年12月20日は日本の官僚、実業家、運輸事務次官や JR 東日本社長を務めた。東京都副知事などを務めた住田昭一の次男として生まれる。兄は住田俊一。兵庫県神戸市生まれだが、父の昭一が小僧選手を社長だったことから、 本席は居住経験のない広島県呉市で、広島県人会にも登録されていた。小学校から旧正高校まで生計で過ごし、同級生には小形四十郎や堀江哲也がいた。東京帝大法学部に進んだが1943年に学徒出陣のため在学2年で、朝鮮二24部隊に二等兵として配属され、同年12月にテグに移った。 経理の幹部候補生試験を受けて合格し、新京経理学校に入学。卒業後は新京家、ハルビンへの赴任を希望したが、浦和の両末本省勤務となり、朝鮮半島から雑穀を運ぶ船の手配などを担当して終戦を迎えた。戦後は大学に復学し、公文試験に合格して1947年に運輸省に入省した。入省後は、 海運総局の監督2課に配属され、企業再建整備法による海運や造船業界の再建整備を担当している。この時に対借対象表や損益計算書について勉強した経験が後に役立ったという。その後、公安に役などを担当し、1955年から防衛庁に2年間執行して、防衛局防衛一課で勤務した。 運輸省の課長補佐だった1960年に船積み貨物の受け渡しに関する研究で法政大学より法学博士の学位を取得。大臣官房長、鉄道監督局長等を経て1978年に運輸事務次官に就任。大物次官で2年間務めると見られていたが、同年末の第一次太平内閣組閣の際に運輸大臣は、 森山金次以外なら誰でも良いと発言し、以前にも野岸鉄道の計画で対立した森山が運輸大臣となったことなどから任期1年で1979年に退官。退官後は財団法人運輸経済研究センター理事長就任。1980年の参議院選挙で田中派から出馬を打診されたがこれを断って梶原清を推薦し、 選挙運動に協力した。1981年、次期社長含みで、常勤顧問として全日本空輸に招聘されたが、ロッキード事件の証言を変更するよう要請してきた、会長の若さ徳次と対立して1982年に退社。一方で1981年に、第二臨調専門委員となって、国鉄分割民営化など参考者の民営化や、 特殊法人見直し問題を扱う第四部会の部会長代理として加藤博司会長をサポートした。後の日本道路交談民営化問題では加藤に助け船を出そうとして自民党道路族の議員から赤製の灰皿を投げつけられ会場だったキャピトル東急ホテルでの会合には軽いアルマイト製の灰皿が用いられるようになったという。 1983年には5人で構成される国鉄再建管理委員会の委員となった。1985年に同委員会として旅客6社と貨物1社への分割民営化を中曽根康弘首相に投申している。1986年運輸経済研究センター会長を経て運輸大臣だった橋本龍太郎の要請を受けて1987年に JR 東日本社長に就任。分割によって、スリムになったメリットを生かしモチベーションを上げるため、現場に権限を移常し、施設局と電気局を施設電気部に、運転局、工作局を運輸車両部に統合するなど組織を簡素化している。また、952系、953型の施策や、JR 東日本商事会長を三井物産から招聘して、 海外の新しい機械の発掘、輸入を行ったり、ドイツ国鉄と技術協定を結ぶなど技術面の強化にも取り組んだ。会社発足後の6年間で、自民は11万8000人から5万9000人に半減した一方で、年間労働時間が190時間減るなど、効率化に成功している。1993年に、同社会長、1996年同社最高顧問。 2000年同社相談役となっている。2017年12月20日午前4時1分、老衰のため死去。95歳没。ありがとうございます。